ジャンイコール、マリギュスターブル・クレジオ。ジャンイコール、マリギュスターブル・クレジオ。ジーン、マリエグストブル・クレイズヨ。1940年4月13日体は、フランス出身の小説家。1963年、長所でデビュー。2008年、ノーベル文学賞受賞。フランスのニースに、イギリス籍の父と、フランス籍の母との間に生まれる。 18世紀末のフランス革命期に挑発を切ることを拒んで、ブルターニュからインドよモーリシャス島に移ったブルトン人移民の家系である。父母の国籍が異なるのは、モーリシャス島がフランス領からイギリス領に移行したためであって、父母はいとこ同士である。父の職業は医師であり、ジャンイコールマリは8歳の時、イギリス軍に下界として従軍した父に従い家族で、 ナイジェリアに滞在した。ナイジェリアではフランス語と英語の環境で育ち、この間に集中的に読書をし文学に目覚めた。作家デビュー前は英語で書くかフランス語で書くか迷った末校舎を選んだという。1968年にモーリシャスが英連邦王国の一員として独立して、以降はフランスとモーリシャスの二重国籍となる。1950年に ニースに戻り中東教育を終えた後、イギリスのブリストル大学で英語を学ぶ。1964年には、アンディ・ミショーの作品における、孤独のテーマ、ルティームでルエソロトゥード・ダンズ・エルベラ・ディ・アンディ・ミショーという論文を、ニース大学に提出し、学士号を取得している。ナオル・クレジオは、ミショーと直接面識を持っていた。作家としてのデビュー作は1963年の、 長所であり、この作品で、ルノー道賞を受賞。コンクール賞の候補にもなるなど花々しいデビューを飾る。長身と美貌からメディアにも注目され、サルトルやカミューにも筆せられた。続いて、作品集、発熱、1965年、長編、大洪水、1966年、エッセイ、物質的、記憶、1967年などを発表してき、 作家的地位を確立する。初期の作風は言語や狂気を主題にした実験的なものであったが、ヌーボーロマン前世のパリからは距離を置いて作家活動を行った。1966年からは義務兵役大隊のフランス語教授として退、翌年からはメキシコに滞在。1967年には初めて日本を訪問している。この頃から中南米に惹かれるようになり、 1970年から1974年までパナマの密林に住むインディアン、エンベラ族に混じって生活しながら執筆を行った。この体験がエッセイ、悪魔払い、1971年として描き出され、この作品により1972年にバレリー・ラルボー賞を受ける。1975年にベルベル人の血を引く、モロッコ人女性、ジェミアと結婚。 後三詩を設ける。1970年代後半からメキシコの文化に傾倒し、メキシコの各地の大学で客員教授を務めながら、ヨーロッパによるアメリカ先住民への略奪の歴史を研究、初期メキシコの歴史に関する論文により、ペルピニャン大学で博士を取得した。1980年、これらの研究の成果を間接的に活かす形で書かれた小説。 砂漠を発表。この作品でアカデミー・フランセーズにより第1回ポール・モーラン賞を受賞した。2006年に39年ぶりに来日、東京・一橋大学、東京外国語大学府中キャンパスで講演を行ったほか、文化人類学者である今福龍太の案内で天見群島を、また、信仰のある作家、津島優子の案内で、 北海道を訪れた。アマミ軍への旅行では、特にガジュマルの木を目にしたときに、インド洋、モーリシャスとのつながりを感じたという。北海道では、アイヌ民族の人々と交流を持った。2008年、ヨーロッパ文明への批判的な視点と、詩的な文章が評価され、ノーベル文学賞を受賞。フランス語作家としては1985年の、 クロードモン以来23年ぶりの受賞者となった。2009年、2013年、2015年にも来日しており、日仏文化会館や東京大学などで講演を行っている。デビュー作である、長所、1963年は、上述したサルトルやカミューのほか、原始的作風から、乱暴やブレイクに、また互いに、 理想の異なるキレキレの断片を挿入する作風から、ゴダールの映画品などとも比較された。ヘンリー・ミラーと関連づける声もあった。デビュー作に続いて発表された短編集、発熱、1965年は、サリンジャーの作品を意識して、日常に潜む小さな狂気が拡大していく様を克明に描いている。続く長編、大洪水。 1966年は乱暴の大洪水を意識して書かれており、また作中にはル・クレジオが8歳の時、ナイジェリアへの渡航中に書かれた事実上の諸女作、黒人オラジ、ラジノワールが挿入されている。これらの作品に匿名性の高い登場人物たちを軸としながら、西欧の都市を描いた戦争、1970年パナマでの生活をもとに、 インディオのギゲイと西欧文明の産業芸術との衝突をテーマにしたエッセイ悪魔払い1971年スーパーマーケットを舞台とし広告時代の人間の解放の可能性を問いかける巨人たち1973年などが続く上述したようにルクレジオの初期の作風は言語実験的な傾向の強いものであったが中南米への興味と並行して 次第に平明、簡素な文体に移行していった。この傾向は、大きいと同時に小さい神話的な人物、ナジャナジャを主人公とする、見えるものの、向こう側への軸位旅行を描いた、向こう側への旅、1975年あたりから始まり、エッセイ、地上の見知らぬ少年、1978における世界の美の再確認作業を通じて強化され、モンドその他の物語、 1978年、放題、海を見たことがなかった少年において、完全に獲得されたものとなる、日本語版の役者、豊崎光一は、努めて獲得された平明さと述べている。ルクレジオは、子供の読者を獲得し、また作中でも子供が描かれることが多くなった。ポール・モラン賞を受賞した、砂漠、1980年では、20世紀初頭、 紀元前からサハラに住まうベルベル人が水を占有するキリスト教徒に対し大族長の祈りに鼓舞されながら一大抵抗を試みる様を少年の視点をもって描きまたこの闘争の季節の後の時代をしたたかに生き延びる少女ララの視点をもって来たアフリカ系労働者の貧困とヨーロッパ文明の醜さを映し出したその後は黄金探索者 1985年、ロドリゲス島への旅、1986年を短所とする自身の先祖の生きた歴史を主題にした作品や、オニチャ、1991年や、さまよえる星、1992年ような自身の幼少期から題材を取った作品も発表している。また、捕鯨の潜水と一群の人間たちの水運を主題とした、バワナ、 1992年のようなエコロジカルな視点を含んだ作品もある。ルクレジオは複数のインタビューや近所バラシナー2007において日本映画への愛着を語っている。特に右月物語をはじめとする溝の口検事の詩的な映像を愛しているという物質的広骨などの若い頃に書かれた作品中にも時折溝の口の名が言及されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。